演舞開演。どうも、本日はこちら、リードフランスさんでまたパンを買ってきました。リードフランスさんは以前、人気ベスト4と塩パンソフトを食べたことがあるのですが、今回はこちら、人気サンドイッチ3種類を買ってきました。ではまずは第3位のタルタルフィッシュサンドを食べてみたいと思います。サンドイッチなんですけど、ロールパンなんです、ね、こちらは弾力だけじゃなく香ばしさもあるんですね。ただやっぱり持っていく、タルタルソースがたっぷり入ってますね。ではいただきます。これで3位なんですか。じゃああとの2つ、続きましては第2位のこちら、チーズオムレツサンドです。こちらは2種類入っていますね。普通にハムサンドとオムレツ、この主役にあるのはチーズオムレツのサンド。ではまずハムサンドの方でお口直しって言ったら悪いですけど、いただきます。うわ、キュウリ苦手なんだよ。オムレツだとまた違いげた味わいがあるけど、ちょっと弱いかな。こちら人気ナンバーはイタリアのハーブチキンピタです。なんかこれサンドイッチっていうよりはタコスとかケバブとかそういう雰囲気のものに近いですね。それともあれよりも講義の意味ではサンドイッチなのかな。お野菜もたっぷりで、ちょっと出すの大変かも。結構手に持った感触はあっさりしていますね。ではこの野菜畑いただきます。鶏肉の旨味が効いていますね。そして今回の1位が決まりました。最初の食べたタルタルフィッシュサンドはタルタルソースの卵感がすごく強くて、その後に淡白な白身魚の食感が来て、野菜の音が来て、とっても美味しかったです。あのタルタルソースだけでもう何が食べられそうですね。2つ目のチーズオムレツサンドは、普通のハムサンドの方はこれまたタルタルソース、いや卵、タルタルソースというのかどうか分かりませんが、卵の部分が美味しくてとっても、引き続きまろやかな気分が出てくれましたね。そしてチーズオムレツの方はちょっとオムレツの存在感が弱いかな。卵サラダの印象が強すぎたのかもしれませんが、と思ってしまったのが残念でしたが、サラダとはまた違った卵の美味しさはありました。最後のイタリアンハーブチキンピタは野菜がたっぷり入っていて、お手軽につまめるという点でとってもいいと思いますし、そこの方に入っているからしマヨネーズがいい感じに刺激を出してくれますね。自分ちょっと苦手ですけど。でチキンの旨味も噛んでいて口の中に広がり、パンは淡白でそれらを邪魔しなかったのでとっても美味しかったです。で今回3つ食べてみたんですが、個人的には最初に食べたタルタルフィッシュサンドが一番好きでしたね。まあ、最初に食べたっていうインパクトもあるのかもしれませんが、あのタルタルソースはなかなか味わえないと思います。というわけで全部を総合してこちらの点数とさせていただきました。で、蚊に刺され後悔するかな、この手を押そう。もうちょっと早く反応できればね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。